やっちゃうよ、ライドンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、これまあね、前のデッキ、まあ昨日のかな、昨日の動画で、まあライドラがね、カンストしたんでね、まあね、そっちの方をね、ちょっとやっていこうかなと。まあ、ライドラカンスト記念なんで、やっぱり、そうですね。まあ、マルチでね、ちょっと無双していきたいなと思って、今、ラバなんですけどね、あとね、ライドラがね、やっぱマルチでも多いと思うんだよな。まだいないかな。これ、ライトニングが迷ってて、すっごい迷ってるんですよね。ポイズンでもいないかな。ポイズンでもいいかなと思うんですけど、やっぱライトニングか、なんならファイブか、でもライドラでチェインするから、でもね、三重子にね、勝つにはやっぱライトニングしかないかな。どうなんだろうな、三重子に勝ちたいんですよ。で、今シーズンは絶対枯渇三重子がいっぱい増えるんで、三重子に勝つにはどれがいいのかなって。でも、ファイボだったら、その、なんですかね、本当に、なんだろう、ここら辺をね、一発で三重子倒せないっていうのが、やっぱ致命的すぎるんですよね。なんで、やっぱポイズンかな。ポイズンでいこう。で、三重子にポイズン打って、ガゴムレとかをここら辺の公園でぶし飛ばしつつ、ディガーで、OK。見えた。ということで、前の動画でね、そう、デンちゃんと当たったんですよ、12勝目で。そう、たまたま本当、なんか、狙ったとかじゃなくて、たまたま当たったんですよね、マジで。よいしょ。ってことで、いきたいと思います。よいしょ。行こう。めっちゃ考えよう、めっちゃ考えよう。うわ、なんでこんな取る高くないのに、俺、50ぐらい下引いてんだろう。普通に26とかしかもらえない。まあ、インドラでいいな。いや、本当はラバー合わせて、インドラ、ラバー先に出すと、ラバーが橋を渡って、ゴレも橋を渡って、インドラの位置が選べるんですよね。だから、正直これは、ちょっとインドラが前、だからベビドラから出すべきだったな。ベビドラから出して、それは、まあまあ賢い。これ、タゲが変わるんで、もうさ、墓石も初手ないじゃん。これどうやってさ、この先生きていくのって感じではあると思うんですけど。え、待って、これどうしよう、マジで。え、ちょっと待って、これ、考える最大、まあ、インドラがいたからな、まだ。まあ、初手負けは逃げですね。初手負けっていうのは逃げでした。ごめんなさい。もう頑張るから、俺。よし。とりあえずまだ、ポイズン、ファイスペ、あ、待ってるわ。これ待ってんな。これラバ。これラバでいって、どうすかな。インドでやって、レオが来ると思うんですよね、相手。ダクメはまず相手も先に出せる手札じゃなかったんで、ここは完璧に守りたいですね。よいしょ。あ、ロケッチが来た。ロケッチ、おっと、やるな。うまいな、相手ロケット。これはもう、この最強、乾燥した最強カードを出すだけですね。よいしょ。大体あと耐久多分ダクネしか、ダクネとファイスピしかいないんで、はいはいはいと。竹取ったあたりでここにファイスピが来るかなって思うんですよね。こんない、こんない。あ、そこは美味しい。ババに全部行く。はいはいはい。オッケーオッケー。はいはいはい。いや、ギガ飛ばしといた方がよかったか。まあいいや。いや、飛ばすときはもう折れてたな、これ。やってもうた。欲をかいた。もうこその2体で折れるからこっちからラバ出そうとか考えてた。俺がバカでした。ごめんなさい。はい、行きまーす。とりあえず、これで多分相手は、このダクネの前にゴレを合わせると思うんですよね。なんで、とりあえずポイズン。とりあえずポイズン出して、はい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 。ライドラかな。あ、トリネ来る。あれが来る。ロケティーヤが来る、ロケティーヤが。よいしょ。これはさせんぞ。これちゃんとダクネを潰しとかないとあかんのです。間に合え！よし、来た。間に合った、間に合った。あとは足すだけ。よし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 。オッケー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 。インドラがいい仕事するんで、オッケー、ドラパドラパ。6.25 倍ですね、これは。おーし、オッケー。まあ、やっぱ俺かな。よいしょ、26ですね。最近もうマルチやりすぎて、そのトロの上がり下がりが分かるようになってきた。よいしょ。とりあえず、ゴー。
おや、この人さっきグラチャリでも当たった気がするんだけど、気のせいかな、気のせいだな。ふう、まあ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 、悪かない初手ですね。ドラドラドラポイズンとかってもう何も切れないからね、初手。でもラバーいないんで初手待ちすることもできないんかな。これで相手が三銃士とかだったらいいんですけど、そのラバーいない時にね、待って、ゴレドーンってきたら、俺何やらしゃええねんってなるんで、とりあえずラバーとかが回るまで、ライブラ、最強ですね。これ陸も空も止まる最強カード出していって、はい、強い。こいつがいるから、陸の受けカードね、ちゃんと、このデッキにはちゃんとした陸の受けカードがないんですけど、こうやってね、空だけど陸も受けれるっていう謎のカードがあるんで、盾も剥がしていく。相手のタワーにもダメージを入れる。なんすかね、これ。本当に。よいしょ。まあ、これはスキルにもよると思うんでね。よいしょ。これは、エリポンが来ると思うんで、ギャングさえなければ2分の1の確率で拾えるんですよね。とりあえず、エリ勝ってたラバ。これはきつい。まあでも、ここに、でもね、すぐギャングを出さないとね、ギャングじゃない。この防衛で30種を出されなければポイズン温存できるんで、穴掘り出して相手が4枚切って、ポンポ置いてもポイズンを置くことができるんですよね。なんですけど、どんどん、相手3枚切った。やばい。いや、ポイズン回ってるからいっか。オッケーオッケー。相手はこれで、1,2,3,4、多分ポイズン回ってると思うんで、ポイズンじゃね、なんだっけ、名前忘れちゃった。エリボン。三重士が来るかエリボンが来るか。まあ、まあそうですよね。なんで、ポイズンをね、切らずに攻撃できたんで、まあまあまあ、という感じで、とりあえずもう一回ラバ。それはいける。それは、後ろに三、あ、待って、これ三重士が来るじゃん。あかん。あかんわ。それはいけるとか言ったけど、あかんかった。まあ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 、まあ。ライドラと、こいつがいれば、万事解決ですね。OK。なんで俺飛ばせなかったんだろう。たわけ。よし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 。これでタワー折ったんで、ここに出しておけば、逆サイの工場にもね、でこれで、反応できるんで、工場壊さないようにして、OK。よいしょ。OK。両サイド守りたいときは、端前から3マス開けて出すと、逆サイの端に寄せた工場でもね、ちゃんとあの位置に置いたら墓石も回るんで、今みたいに来たダクトリとかも、その、墓石をね、守ってあげて、相手が大きいね。そのファイボーライトニング、ポイズンとか、そういうスペルがなかったら墓石が壊されることはないんで、でも高めに置いた分、吹き矢とか、なんだろう、ロリババとか、そういうユニットには打たれやすくなるんで、まあ相手が三重士だったら、端前三重士でしか届かないんで、あの位置でいいんですけど、相手がまあペッカ、今ペッカ工場吹き矢とか流行ってるんで、あの位置に置くときは、ちゃんと吹き矢警戒の、場所に即、あそこに置いたら、真ん中の相手の陣地から、吹き矢がね、出されたりよくするんで、ちゃんとね、そのユニット構えるだとか、もう絶対来るって分かってるなら、もう先に出しちゃうとか、インドラとかね、吹き矢が出てくる前にインドラ出して、相手がね、もう相手からしてインドラがいるところに吹き矢を置かなきゃいけないみたいな。それをポンと言って、やるやんみたいな。おしゃれやんお前みたいになるんで、まあ割とおすすめですね。よいしょ。これラストかな。なんかめっちゃトロ下引くんだよな。こんな、なんでだろうな。おかしいな。そしてアンテのラバーいない。そして墓石置いたらドラドラドラポイズンっていうね、この、ちょっと待って、待ちたいな。じゃあ、OKOK。いや、変わんねえ。なんならドラ出したかった。ドラだ。全部ドラだった。ライドラスね。よいしょ。これバルーンフリーズかな、多分。この2枚が入ってるデッキって、今の環境でバルーンフリーズぐらいしかいないんですよね。もう一発。OK。よかった。待って。インドラでよかったやん。なんで俺何してんマジで。やばい。こっちベビドラに対して何かしら出してくるんで、ラバいっちゃうな。
まあ、インドラバルーンのように、バルーンにね、残しておいたと思えば、まあ、いいんじゃないでしょうか。まあ、これはしゃあないですけど、受けるしかないですね、これで。これで、まあ、アドを取るしかない、正直。あ、やべ、これラバ入ってからにすればよかった。オッケーオッケーオッケー。いや、そうそう、入ってからにすればよかったんだよね。入ってんだけどね。はい。はい。オッケー。これで、あれが来る。ガゴムレが来るんで、ドラッパ作っちゃいます。でこれアイテムが、はい、ガゴムレ来た。もう分かってんだよな。分かってる、分かってる。で、ドラッパ作って、ワンチャンキング落とせますね、これ。相手多分もう空いないと思うんですよね。大きい呪文があるなら、あったね。インドラ潰されたらさすがにキングは折れないんで、インドラがね、右でも生きてたらキング折れるんですよ。なんで割と、いけるかなと思ったんだけど、で、ラバ出した後の、そのプリンスランバー出されてのフリーズとかがめちゃくちゃ怖いんで、とりあえず、ここに出しておきますね。まあ、ここに出しておけば安心ですね。安心安全の、来たよ、本当に。よいしょ。はいはい、1,2,5って、これもガゴムレ回ってるの。はいはい、もう出してんだよな、先に。分かってんだよな、すまねえな、ポーズ。よいしょ。あ、しびれてる、しびれてる。いいよいいよいいよ。オッケー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 。もう一発、もう一発いこう。OK。これで多分フリーズが来ると思うんだよな。OK、OK。フリーズが来そう。はい、分かってる、分かってる。よいしょ。まあ、ライドラインかけなきゃダメですね。こっちに散々左ブッパするんですよ、これで。ガゴムレ来るかな、わかんないけど。はいはい、来たね。まあ、ガゴムレぐらいしか防げないから。大体はここで、うわ、めっちゃきちいっつって、こっちにエリクサーをね、ここにね、裂かなきゃいけないんですよ、左に。そこで、キングに穴掘りを飛ばして、バシーン、はい、ジジーと。という感じ、もう、ドラパ最強っすね。もうとりあえず、ラバーつけて、相手の空ユニットだけを数えて、陸は正直、今みたいにインドラで、とか、もうなんか、アド、もうダメージを取られてもいいんで、ラバーの後ろにつけられるなら、今みたいになんだろう。正直あのインドラでフリーズされた場面あったじゃないですか。あそこは、タルババ回して墓石でも守れたんですけど、でもそしたらこういう日には繋がらないんで、今みたいにもう勝つ受けるけど、インドラで防衛して、でもカウンターでバッコリ持ってくるみたいな。もう2000食らうけどタワー折るぐらいの覚悟で、行くのがいいかもしれないですね。うん。守れるカードは少ないんで、ただ攻撃力高いユニットをぶっ詰めているんで、そうですね。もう、まあ、ロリマも、まあ、言っちゃえば攻撃もできるけど、ユーノとかゴーストも受けれるっていう、まあ、まあ、最強カードではあるんで、まあ、ね、あと空だけど、陸を受けれる。ライトニングドラゴンで、まあ、いい感じにね、バランスも保ててると思うんで、ぜひ、まあ、やってみたい方、絶対グラチャルでも強いと思うんで、ぜひ使ってみてください。ということで、今日この辺で終わります。ということでね、毎日、日本投稿、まあ、コラボとかもね、よくやってるんで、まあね、ぜひ見てください。ということで、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でお疲れ様でした。バイバイ。